ちゃ。こんにちは。はい。豊さん。はい。疲れてます。疲れます。ずっと地方行脚してましたね。ああ疲れたね。何日間地方行脚してた。いやいやまあ3日間だけどさ、3日4日だけど、はい、まあ飲み行ったりとかもすることもなく、うん、まあでも疲れたな。あの家じゃないところで、まあホテルで寝たりとか暮らすって疲れますよね。セカンドチャンネルも撮れっていうさ、あのスタッフの要望があったし。あの一人飯ですか。一人飯。久々でしたよね。スタッフが好きなだけなんだよ。いやいやでもコメントでも、まあ、あったかいよな、はいね、セカンドチャンネルもより演出もね、いや演出してないやもうあれもう疲れ切っちゃってあれお前夜中だから1時前だから撮ったの。1時前に撮ってたんですか。いやいやそれまでは動画撮ったりとかしてて、はい、食べる暇もなかったからそうだったんで、そうそうそう、で今回より、ね、音を強調したりとかいろいろ工夫されて、そうそうそう、より YouTuber 的になりましたけれども、はい、それもちょっと置いといて、はい、豊さん昨日の試合、はい、いろんなチーム昨日の試合いろいろありました。いろいろありましたよ。日本ハムがまさかの点差で負けるっていう最後もありましたし、はいはいはい、ただ昨日の巨人戦です。あ巨人戦な、はい、ヤクルト巨人五閉殺な、五閉殺でダブルプレーでチャンスが潰れるというシーンありまして、まあ、ただね、はい、俺思うけど五閉殺ってまあ簡単に言うけどさ、はい、ノーアウトでランナー出したのは1回だけで、はい、あとはワンアウトからとか出てるから、うん、もう打たすしかないんだよね。まあ工夫があってもよかったと思うけどエンドランとかね、はい、でもエンドランもできるようなメンバーがなかなかいないじゃない。まあ打順の中に今いないっていうところですよね。だからまあその打っていった結果がそういうことだから、はい、まあこれはもう仕方ないっちゃ仕方ないよね。まあそうなんですね、うん、だからまあ吉川選手のバントが失敗あったりとか、 あと満塁まで行ってあのセカンドゴロで併殺だっていうのもあったりとか、まあ大城だったからね。大城一生懸命走ってるんだけどさ、まあ、そうなんです。ちょっと遅いよな。はい、去年もそんなことありましたよね。あったあった、はい、まあこれはもうしょうがないよ。でそんな中これは異例なのかわからないんですけれども、はい、大久保コーチが試合後、はい、裏で選手を呼んで緊急ミーティングを開いたという記事がもう一斉に出てました、はい、内容としては大久保チーフコーチが我々がやろうとしていたことをやろうよっていうことですよねと、うん、あの子たちへの信頼は揺るがないとしながらも、まあ、練習内容とか考えるのはもう一回やっていこう、元に戻ろうじゃないかということを話させてもらったというふうに試合後ミーティングの内容を記者に話していたということで、元に戻ろうっていうのはどういう意味なのかね。そこがどういうことなんでしょう。まあ、電話して聞けばよかったけどな、はい、まあ、だけど、まあ、想像するにあたり元に戻ろうとするのは、はい、まあ、自分本来の姿だよね。でも本来の姿って俺はやってると思うんだけどな。まあ、ただやっぱデーブが開くってね、やっぱ それだけ危機感があるっていうことだよね。具体的に何をしよう、何をしなきゃいけないかっていうのはこれは個人を呼んで言えばいいだけの話で、はい、全体ミーティングを開くっていうのはやっぱこう危機感を、そのミーティングを開いたという危機感を感じ取ってほしいという選手にね、まず、はい、で元の姿に戻ろうよっていうのは、うん、やっぱジャイアンツ本来、はい、上昇軍団で負けることの許されない、まあ、過去はね巨人だったのね。だからそれに近づいていこうよというっていうようなことなのかなというふうにはもう思うけどね。まあ他にも いろんな意味はあるにしても、やっぱり昨日のその五閉殺だっていうのが聞いてこのミーティングにつながってるっていうのもあるんですか。うん、まあまあそうだけどさ、中田翔がカチーンと打ったのが、はい、ゲッツーになったし、あれちょっと2メートル横に行ってたらヒットになってるしな。まあそんなこと言ったらキリがないんだけどさ、はい、まあ大城だって満塁からね引っ掛けてっていうか、はい、やっぱこう右の方向に打ちたいんだよ。だから無理することなく逆に素直に打っていった方がいいんじゃないかっていうね、そこも込めてっていうところ だと思うけどね。まあこれはねもうしょうがないよ、まあ、でゲッツーっていうのはもうつきもんだし、はい、いやそれだったらエンドランかけりゃいいじゃないかっていうような話だよね。うん、そうですね。やりようはいっぱいあるんだよ、防ぎようは。ただやっぱ打たしてるっていうのはやっぱ選手への信頼だし、だからそれに応えられなかった選手と、見極められなかったらベンチと、双方悪いと。ああ、そこが両方とも機能しなかったってことですね。そう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 。でプラス、まあ、昨日はあの高橋奎二投手だったんですけれども、はい、この高橋奎二投手について、まあ、読んだ通りの配球だった、対策を立てた通りのことをやったけれども、もう少し前に飛ばせなかったのは俺の責任なんですよ、あの大久保コーチの責任なんですっていうふうに選手を責めることをしなかった、うん、もうちょっと明確に指示をしていないのが申し訳なかったかなということで、そのもう少し前に飛ばせなかったのは自分の責任っていうのは、これはどういうことなんですか。で指示が徹底されてなかったっていうことを言いたいのかなって思うけども、うん、はい、まあだけど配球が一緒だったらプロのレベルだったら前に飛ばさなきゃいけないよね。で打たなきゃいけない、うん、これはやっぱ選手
全体の状態が悪いということで、まあ、選手も攻められないし、はい、やっぱ状態をこう個人の状態を上げるにはじゃあどうしたらいいかっていう、やっぱもうそこの問題になってきてるよね。状態がいい選手がいてくれたら、はい、やっぱそういう状態のいい選手はやっぱ前に飛ばして打ってくれるわけよ、ヒットもね、うん、だからそれすらできない状態の選手たちがたくさんいるということだよね。だから辛いよね、やっぱね。いやちょっと辛いですし、うん、そのチームとして選手たちとしてもかなりな、まあ、重症というか今本当こういうそういう状況にあるんだなっていうことが、まあそうだね、まあ重症になってくるとさ、じゃチーム内で何が起こるかっていうとやっぱ不満が出てくる。でやっぱ暗い、マッチがいない、マッチをすれいや本当にもうそのぐらい、いやそのぐらいの状態にあるし、春先からやってきて、まあ、キャンプから共にね戦ってきて、で開幕して状態が悪い、上がらない、やっぱだん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 説得力もなくなってくるしさ、はい、コーチたちのね説得力もなくなってくるし、まあ、選手の不満は溜まってくるし、もう最悪の状態にあるよね今ね、はい、うん、だからそれをやっぱ打開するっていうのは、まあ、別の動画で撮った方がいいとは思うけどね。そうですね、まあ、巨人の今の苦しい状況っていうのはまた別、そうですね、はい、一本撮るとして、うん、ただこのやっぱりその普通試合後選手を呼んで緊急ミーティングをするその場でっていうのは本当にまれなことなんですか、やっぱり。まあ、弱いチームはたくさんあるよ弱いチームたくさん聞いてきたけどさ何にもなんなかったなみたいなそのことあるよ。やっぱ強かったら何も、まあ、ただね、勝って反省、はい、負けて練習、うん、こういうことをやっぱりやんなきゃいけないんだけど、勝つには勝ったけどやっぱりこう反省材料は反省材料としてやっぱちゃんと捉えていかないとね。そうですね、で負けたら負けたで何が原因なのかっていうのも追求していかなきゃいけないし、昨日の負けっていうのはその五平札以前に打者の状態が悪すぎるよね。まあお金を持ってる選手たち、こういう選手たちがその給料に対しての責任を果たしていかないとね、いけないとは思うよね。そうですね、うん、こういう緊急ミーティングを開くことで例えば翌日から変わっていったりとかってあるんですか、選手の。まあ変わるミーティングもあるだろうね。やっぱ心に訴えるとかさ、はい、みんながやる気になるとか、やっぱりねミーティングをやるのに戦いだから、はい、やっぱ勇気づけられるようなあのことを言うかね、そういうことがやっぱ大事だと思うよね。いわゆる言葉でその選手たちを動かしていくってことですね、うん、心を。そうだね、うん、まあ今はそうだね、まあ心に訴えかけるとか、うん、やっぱりやる気を促進するとか、はい、まあそういうことの言葉を選びながらまあ伝えていくというね、うん、昔は伝える前に手が飛んできてた昔はね、無理やり首根っこつかまれて引っ張り上げられてさ首が抜けるみたいな、そんな状態でやらされてたからさ、まあ今はちょっと時代が違うからね。だから心に訴えかける、勇気づける、やっぱり指揮官とかなんていうの、まあコーチたちはやっぱ選手にいかにこう勇気を与えていくかとかさ、はい、その選手のいいところを言ってそこを前面に押して戦うか、はい、欠点で戦ってるわけじゃないでしょ、うん、個人個人の強みで戦ってるわけだ、うん、その強みは何なのかっていうことをやっぱりもう一度分からせてあげる。で今はいやダメなんだダメなんだ負けてるからダメなんだと落ち込んでるかもわからないけども、うん、いいところは絶対あるわけ、それをやっぱこう押していってあげないと。そうですよ、それは戦えないよ。お前はダメだダメだこいつはダメだって言ってるようじゃやっぱり絶対ダメだよね。そうですね、戦う気になんないよ。確かにもう前じゃあ勝手にしろよってもうへこんでる、ね、そう思うよ。だそういう緊急ミーティングってその技術的なこと云々ではなくて、うん、もうあのマインド的な精神的なものを揺るがすようなこう、うんうん、あの全体的なミーティングはねやっぱマインドだよ。個人のミーティングを開いた、個人個人のミーティングを開いたって言ったら技術的なことでもあるだろうし、はい、やっぱりいろんな悩みだとか聞いてやることもできるだろうし、でも全体的なっていうのはもうマインドをこう伝えていくというかさ、うん、まあ、勇気づけていくとか、そうです、まあ、そういうことしかやっぱこうできないし、名指しで言ってもしょうがないよね。そうですね、もうそれだと個別でやってくれみたいな感じになるしね、うん、まあマインドを伝えて、まあ、それがね伝わっていい方向に展開すればいいけどね。力のないチームじゃないだけにみんなもどかしいんだよ。そうですね、これが花から再開予想でさ、はい、みんながねそしたらね一生したよく勝ったねみたいなそうです、ね、なるけどさ、うん、そういうチームじゃないだけにな、はい、で首脳陣だってそれなりの実績を持った人間たちがさ教えてるわけだから、それはまあ実績を持ってるから教え方がうまいとか、うん、そういうのは別問題としてね、まあだけどやっぱこうある程度のそのね野球界では名のある選手たちが、はい、まあコーチになり教えてるわけだからさ、自分たち
ちが受けたこと、こういう状況の時もあったと思うんだよ。それをどういうふうに打開をしていったかっていうことはノウハウとして持ってると思うんだよ。それをやっぱうまく伝えていってほしいなと思う。そうですよね、やっぱりあの大久保チーフコーチもやっぱ打撃のチーフコーチで責任感じてるよ。そうですよね、だって振り込ましたのは12球団1位振り込ましてるわけだから、ね、キャンプの時からそうでしたね。そう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 、でそれすら失敗じゃなかったのかなっていうデイブは思ってるかもわからないし、でもデイブはやっぱり自分を信じる力っていうのはすごく強い人間だから、はい、まあ押し通していくと思うけどね。やっぱここでブレるかブレないか、弱くなるか弱くならないか、やっぱ今後大変なことになるから、やっぱデイブはデイブのままで突き進んでは欲しいけどね。そうですね、まあ、昨日のその緊急ミーティングが今日の試合からね生かされる、変わればないいですよね、ジャイアンツ。ただやっぱ戦う雰囲気ってすごく大事だからね、まあ、ここら辺も大切にしてほしいなと思うよね。そうですね、はい、はい。